どうも、ショラです。岡内前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、ガシャ動画撮りたいと思います。だから短いんですけど、まあ、とりあえずガシャ動画ね、撮っておきたいと思います。撮りましょう。ガシャ、ガシャーン。よし。入れよ、ガシャ。なんかガシャからしか出てこないモンスターもいるみたいですね、これ。レアなモンスターで。ちょっとそれ欲しいな。桃コイン。お、初めてや、桃コインとか。使ってみよう。桃行ってみます。行ってこい！なんか来い。とにかく金！金か黒！黒！まあ、白かよ。ヨキシマムゴッド。いらん。ひたすらにいらんぞ、ヨキシマム。ヨキシマムいらんわ、マジで。全然出てこへんな。俺マジで運悪いんやろな。たくましい。オレンジゴン行くか、じゃあ。お願いします！来い！黒！おっと、白や！ふぅ。銀コケ。全然出てこへんな、ほんまに。なんでなんやろ。運が悪いんかな、やっぱ単純に。次じゃあ最後誰、どれ行こうかな。これ行こう、黄色！黄色からなんか金色が出てきたような感じするよな。関係ないやろ。お願いします！金！なんでやねん。なんで青やねん。あー。結構ええな、手に入れた音楽したけど全然いらんかったし。早っ。早いよ。にしても早かったな。いやー、微妙でしたね。あちゃあちゃ、ミスった。次は、じゃあまあ、あとは、そうですね、青鬼退治と、あと、生ハゲ、闇マロ、黒鬼、この辺ですかね。ちょっとこの辺行くには、レベルをちょっと、ね、99まで上げる必要があると思うんで、ちょっとレベル上げをね、していこうと思ってます。このパーティーで行くつもりなんで、このパーティーのレベルをね、とりあえずマックスまで上げるのが一番いいかなと思います。まあ、伏流で上げてこようかなと。まあ、数時間やれば多分ね、レベル99いくと思うんでね。上げてから次、青鬼で、生ハゲとか、あの辺を撃破していきたいと思います。いやー、ちょっとガシャね、微妙でしたね。まあ、まだあと3枚ぐらいあるんでね。うん、明日ちょっと、明日にかけたいですね。うん。はい。というわけで、とりあえずじゃあ一旦終わろうかな。もうすぐですね、8日落ち2。あと2日かな？今7月8日になったばっかなんですけど、あと2日でようやく発売なんでね。その間に、それまでにちょっとね、さっきあげた闇マロとかこの辺のクローニとか、できれば全員倒したいなと思ってます。はい。というわけで、とりあえず今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。